gritando mó que tem naquela bicicleta dele. Não, tem uma vida. Olha, vocês toda todo dia que trabalha assim.皆さんこんにちは、雑貨出しないビリッドです。さあ今日の動画はですね、超神コスパのスマートウォッチを発売するブランドのフォスメットさんとのタイアップ動画になります。今回ですね、紹介用にご提供いただいた製品がメンズ向けモデルの QS40 というモデルと、レディース向けモデルのグレイス G1 というモデルになります。こちらね、どちらもあの様々な機能を持ったスマートウォッチにはなるんですが、あのなんとお値段が衝撃的で、もちろんねセールとかのタイミングにもよるんですが、こちらのメンズモデルが7月10日現在で Amazon でセール価格7500円、そしてこちらのレディースモデルがですね5980円ということで、スマートウォッチとしてはもう本当に破格と言ってもいいくらいのお値段になっております。ここでね気になってくるのが、どちらもあの余裕で1万円未満で買えるスマートウォッチで、どれくらいのね機能がついているのかというところだと思いますので、今回のこちらの動画でですね、僕が紹介したいと思った主要機能をねいくつかまとめさせていただきましたので、ご紹介させていただこうと思います。あの申し訳ございませんが、僕自身があの男なので、ちょっとここより先はね、こちらではなく、こちらのね、QS40 メンズモデルに、まあ、絞らせてね、お話をさせていただこうと思いますので、まあ、参考になれば幸いです。はい、ということで早速ね、こちらの QS40 の、まあ、デザインだったりとかハード面から見ていきましょう。こちらのモデルはですね、このメタルバンドとシリコンバンドの2種類が付属しておりまして、最初はねこちらが確か付いていたと思うんですが、僕はあのシリコンの方が好きなんで、もうすでに取り替えてしまいました。しかもこの取り替えの方法もこんな感じで、ここにあるねこの金具をピッてこう外すだけでこうすぐに取れるようになっておりますので、ワンタッチで付け外しができるっていうね、あのこのギミックが付いたスマートウォッチってこの値段じゃなかなかなかったりすると思うので、これも嬉しいポイントですよね。そしてデザインとしてはこんな感じの丸型のスマートウォッチとなっております。まあ、デザインがね、まあ、四角だとあの某アップルウォッチっぽくなりすぎちゃって、なんかスマートウォッチすぎちゃうと思うんですけども、こちらねこの丸型のデザインであれば、まあ、ちょっとこう文字盤次第ではあるんですが、結構まあビジネスとかいろんな用途でもお使いいただけるデザインなのかなと思います。このデザイン自体には本当に癖がなくて、まあ、いわゆる本当にまあ普通のって言ったあれなんですが、本当に腕時計として全然使えるようなデザインになっていると思います。質感も本当に全然悪くないですね。まあ何万円何十万円もするあの高級感があるかって言われると、ちょっとそれはね、まあ、微妙なところかなというのは断言しておきますが、まあ7000円台で本当にサクッと買えるお手頃な価格の腕時計にしても本当に質感はいいんじゃないかなと思います。そしてちょっと驚きなのがですね、こちらの QS40 というモデルはこの価格帯ながらも HD タッチサファイアガラスっていうですね、サファイアガラスが採用されております。そしてこちらのディスプレイサイズが 1.43 インチで、画面占有率が前作の QS39 よりも 5.6% を広くなってるみたいです。そしてさらに注目なのが、こちらのこの製品、このお値段なのに、なんとこちらディスプレイが AMOLED ディスプレイ、まあ、いわゆる有機 EL ディスプレイを採用しているので、画面がね、まあ、これ画面越しでこう伝わるかわかりませんが、くっきり滑らかに動く非常にあの見やすいディスプレイになってます。本当にね、ピクセルというか、あの画素密度も結構高めな印象で、かなり鮮やかに映りますね。そして本体の重さも約 50g ということでですね、非常に薄くて軽いので、そして防水規格が IP68 ということもあり、あの雨はもちろん水泳でもね安心して使用できますね。そしてサイドの方を少し見ていきますが、ここのこのダイヤルがいわゆるこのホームボタンみたいな役割をしていて、こんな感じで1回押すと、このメニュー画面に行きまして、1回はそこを戻るっていう感じですね。ここのダイヤルをこうやってカリ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 って回すと、しっかりねこうスクロールができるようになっています。このスクロールのこの追従性というか滑らか加減も、このカチカチカチっていうね、あの動作感ではあるんですが、かなりあの
滑らかにしっかり画面は動いてくれます。まあ一応ねちょっとレディースモデルの方もデザインだけちょっと紹介しておきますが、こんな感じですね。文字盤もこんな感じで可愛いのがありまして、これ正直デザインだけで言うとレディースモデルの方がちょっとこうアクセサリー感が強いというか、あのスマートウォッチっていう枠組みだけじゃなくてしっかりとあのアクセサリーとしても使えるようなデザインなどはこちらのねレディースモデルの方なのかなと思います。持った感じ結構軽いんですが、このしっかりとしたこのキラキラ感、金属のキラキラ感もあるんで、あの本当にねちゃんと普通にファッションアイテムとして使えるのがこのレディースモデルの方かなと思います。では続きましてですね、この格安スマートウォッチの機能をいくつかピックアップしてご紹介させていただきます。まずこのスマートウォッチをね最大限に活用するためにはペアリング先のスマートフォンにグローリーフィットアプリのインストールが必要です。まあ、Bluetooth でねペアリングすると、例えばまあ LINE とか Twitter とか Instagram のねメッセージ通知がこちらで受け取りたりとか、あと電話のね応答だったりとか拒否とかもねハンズフリー通話が可能になっております。まあ、その他にもですね、まあ、例えばこう電卓だったりとかストップウォッチとかアラームだったりとか、スマートウォッチとしてねこうあってほしい機能っていうのはしっかりと入っております。ちなみにですね、あのグローリーフィットアプリを使用すると、まあ、例えばね、まあ、スポーツやフィットネス、睡眠や血中酸素などのヘルスケアのね記録が確認できたりとか、たくさんのね種類の文字盤から、まあ、好きなものを選んだりとか、あとスマホカメラの遠隔シャッターだったりとか、スマホの探索機能、そして天気予報などのね日常生活で必要な機能を含めた100種類以上のねウィジェットがあります。まあ、その他の設定もねアプリから行えたりするので、ぜひね、アプリも一緒にインストールして最大限に活用してみてください。ちなみにあのバッテリーに関してですが、約30分の急速充電で最大1日分の電力が供給、そして約2時間のフル充電で5日から6日間のね使用時間が確保されており、20日間の待機時間分の充電が完了します。バッテリー持ちのねコストを考えればもう十分かなと思います。はい、ということで今回ですね、フォスメットさんとのタイアップ動画ということでですね、今回ご提供いただいた製品の超神コスパスマートウォッチ主要機能をいくつかご紹介させていただきました。まあ、今回のね、あのクライアントさん、フォスメットさんとのやり取りでですね、まあ、今回の僕のあの動画の役割としては冒頭のまあ30秒から1分間の、まあ、ちょっとねこうかっこいいシネマティックな作品の依頼っていうことだったんですが、まあ、僕のチャンネルにね露出させる以上、僕からもこうちょっとねこう紹介もさせていただきたいということで、まあ、そちらのねこう冒頭の映像プラス僕からいくつか機能紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとねこれくらいの機能が入って、まあ、余裕で1万円を全然切る価格でですね、まあ、買えるっていうのは本当にありがたい商品かなと思いますので、ぜひ皆さんも興味ある方いらっしゃいましたら、まあ、一度試してみてはいかがでしょうかということでですね、今回の動画はこれくらいにしていこうと思います。今回はフォスメットさんとのタイアップ動画でした。スマートウォッチの QS40 の紹介でした。ありがとうございました。